つけてやった、今日もマイクラの世界にやってきたぜ。でん、どこだここ。駅のホームみたいだけど、なんかお化け出そうだな。はっは、待っておったぞ勇者さんたち。うわ出た、博士かよ。この人は都市伝説博士、マイクラの世界で都市伝説の研究をしているちょっと癖の強いおじさんだ。博士、ここはどこですか？ここはこの世に存在しないと言われておる如月駅なのじゃ。如月駅？如月駅は異世界の駅と言われておる。つまりわしらは今異世界におるのじゃ。異世界？うわ、なんだ今の。もしかしてお化けか？ひろちゃんお化け苦手。言い忘れておったが、如月駅に来てしまった者は二度と帰れないと言われておるのじゃ。なんてとこに呼び出してんだよ。まあでも調査していけば帰る方法が見つかるかもしれんのじゃ。というわけで勇者さんたち、今回も調査の協力よろしく頼むのじゃ。どうすんだよ。大丈夫かな。その前に如月駅からの脱出方法知ってるよって人はコメント欄で教えてくれよな。ヒロビビりすぎって思った人はチャンネル登録と高評価もお願いします。やっぱ怖え。怖わ。確かに不気味だね。噂だと歩いていると太鼓の音が聞こえるらしいのじゃが。太鼓の音？それ絶対お化けの仕業じゃん。おい、この音ってまさか太鼓と鈴の音？うっひょー、噂通りなのじゃ。もうダメだ、お化けはやめてくれ。線路を歩くのは危険じゃ。いやー出たー、お化け。ヒロ、びっくりしすぎて気絶しちゃってる。そしてこのおじいさんは、線路を歩くのは危険じゃ。これも噂通り、線路の上を歩いていると片足のないおじいさんに話しかけられるのじゃ。危険じゃ。危険？線路を歩くのは危険じゃ。危険っていうのは？危険じゃ。あのおじいさん？線路を歩くのは危険じゃ。何度も同じことしか言ってくれんのじゃ。ひろたん、おはよう。ヒロ、大丈夫？大丈夫だ。ダメだこりゃ。ひろちゃん、怖がりさん。あ、話してる途中にすみません、おじいさん。え、おじいさん？いなくなってしまったのじゃ。なあ、さっきのじいさん絶対お化けだって。まさか急にいなくなるなんてね。太鼓の音もだんだん大きくなってるし、僕もちょっと怖くなってきたよ。はあはあ、勇者さんたち、次はこの伊佐抜きトンネルを調査するのじゃ。トンネル？待ってくれ、トンネルなんて 100% お化けスポットじゃん。暗いから気をつけて進むのじゃ。ああ、おい博士。ヒロ、ビビりすぎだって。だってよ、これは怖いだろ。そうだけど、もうお化けはやめてくれ。あ、ちょっとヒロ。怖かったぜ。ヒロ、勝手に走って行かないでよ。確か噂ではここで車を持っている人に話しかけられるらしいのじゃが。はーい。はあ、こんなところに人がおるとは驚いたのじゃ。ここで何をしておるんじゃ。これも噂通りなのじゃ。この村人はお化けじゃなさそうだな。頼む、助けてくれ。助ける？実は僕たち元の世界に戻りたいんだ。どうやったらこっから出られるか教えてくれ。頼む。はあ、それなら近くに駅がある。わしの車で送ってやるのじゃ。いいのか？ちょっと待って、博士、ついて行って大丈夫なんでしょうか？いや、噂では駅ではなく山奥に連れて行かれるらしいのじゃ。山奥？それってまずいんじゃ。でも乗ってる。おい、葵も早く乗れよ。青ちゃん、おいでやし。はあはあ、山奥に連れて行くのはきっと何か理由があるのじゃ。気になるから調査しに行くのじゃ。こうして僕たちは絶対に乗ってはいけない車に乗ってしまった。おっさん、なんであんなところにいたんだ。はあ、おっさん、おい無視すんなって。車が走り出すと、僕らが言葉をかけても村人さんは聞こえていないかのようにアクセルを踏み続けた。そして僕たちは山奥にある小さな村にたどり着いた。送ってくれてありがとうなのじゃ。いやいや、話が違うじゃねえか。駅じゃねえぞここ。村っぽいね。うひょー、村があるとは噂でも聞いたことがないのじゃ。勇者さんたち、早速調査するのじゃ。はあ、これはこれは、こんな山奥の村までよくお越しくださったのじゃ。ん？おっさんは誰だ？
お化けじゃねえよな。わしはこの村の村長ですじゃ。じい、本当に村長か？なんですかの。ヒロ、そんなジロジロ見ないの。まあそんなことより疲れたじゃろう。さあさあ、まずはわしの家でゆっくりしてくだされ。遠慮せずお食べくださいなのじゃ。うひょー、じゃあ遠慮なくいただきます。まーし、うん、うめー、うまうまー、うまいのじゃ。こんなごちそう、まるで僕たちが来るのを知ってたような。ん、この音はトンネルで聞こえた太鼓の音だ。はあ、実は今夜村で祭りがありましてな。お祭り？はあ、もうすぐ始まりますのでぜひ参加してくださいなのじゃ。ん？ちょっとみんな、一体何が？おや、青い髪のあんたは食べなかったのかい？ごちそう。あ、僕はまだ。まさか食事の中に。あれ、体が動かない。これはわしが開発した体が動かなくなる特別なポーションですじゃ。なんでこんなことを。そのうちわかるのじゃ。さあこの者たちを広場まで運ぶのじゃ。さあ祭りを始めるのじゃ。どうしよう、体が動かない。みんな起きて。無駄じゃ、しばらくは目覚めんのじゃ。そんな、僕たちに何をする気なんですか。お前たちにはこの村の守り神、キサラギ様の生贄になってもらうのじゃ。キサラギ様の生贄？この世界には人間を襲う恐ろしい化け物がたくさんおるのじゃ。だからキサラギ様に生贄を捧げてわしらを守ってくださるようにお願いしておるのじゃ。この前仲間が化け物に殺された。ここ最近生贄がいなかったからに違いない。生贄を捧げればキサラギ様がまたわしらを守ってくださるのだ。キサラギ様、キサラギ様。さあ村人たちよ、キサラギ様に生贄を捧げるのじゃ。どうしよう、このままだとみんな殺されちゃう。ヒーロー起きて。どこだ、ブロッコリーに毛は生えねえぞ。変な夢見てる場合じゃないよ。ヒーロー起きて。俺はブロッコリーヒーローだぜ。ダメだ。あ、そうだ、ヒーロー、お母さんに0点のテスト見つかったよ。お母さんすっごく怒ってるよ。なんだって。夢か。よかった、うまく起きてくれて。そんなことより。ん、おい、なんだよこれ、世界が逆さまになっちまってんぞ。いや、僕たちが逆さまにされちゃってるんだ。村長さんに騙されてこのままだと生贄にされちゃう。生贄？いつの間にそんなことになってんだ。話は後、それより早く逃げないと。わかった、これぐらい俺なら。どりゃ、すごい、さすがヒロ。二人とも起きろ。何が起こっとるんじゃ。今はとにかく逃げましょう。逃げろ逃げろ。村長、どうしましょう。逃がしてなるものか。村人全員で追いかけるのじゃ。山奥に逃げたぞ。一人も逃がすな。相手は10人以上おるのじゃ。このまま逃げても捕まるのは時間の問題ですね。ピンチ。どうすりゃいいんだよ、この世界の脱出方法も分かってねえのによ。で、あれ、なんかここネザーっぽくねえか。ほんとだ。この声ってもしかして。葵、どこ行くんだ。いた、あれはガストだ。ガスト？お化けの声の正体はガストだったのか。ははそれじゃあここはネザーで決まりなのじゃ。ということはネザーゲートを作れば元の世界に戻れる。よっしゃ、トコダン、ネザーゲート作ってくれ。素材がないから厳しい。え、じゃあ素材を集めないとだな。いたぞ。まずい、見つかっちゃった。とりあえず俺が時間を稼ぐから葵とトコタン頼んだ。うおー、まずは俺を捕まえてみやがれ。さてどうするんじゃ。トコタン、素材を集めてくれるロボットって作れる？作った。天才。でーん、変や町ロボ素材集めエディション、どんな素材でも10分以内に集めてきてくれるよ。すごい、ありがとうタコタン。それじゃあヘイヨマチロボ、黒曜石を集めてきて。ヘイヨマチロボタン、頑張ー。うおー、こっちだー、お尻ペーペー。ほら、お前たち何をしておるのじゃ。早く捕まえるのじゃ。すみません、なかなかすばしっこいガキなもんで。ヘイヨマチロボ、早く。そこまでじゃ。くそ、葵たちが。さて、もう諦めるのじゃ。ヘイヨマチロボ、早く。
へいよ町。へいよ町ロボ。ロボタンおかえり。ロボ、よくわからんがお前たちは逃げられん。それはどうですかね。トコタン、ネザーゲートを作って。な、そんなバカな。おい、お前たち、このゲートを壊すのじゃ。そうはさせるか。みんな、ゲートに飛び込め。せーの。待てー。ここは戻ってこれた。こうして僕たちは如月駅という異世界から無事脱出することができたのであった。如月駅は何なのか、村の守り神如月様とは一体何なのか、多くの謎を残したまま。